はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は蹴ってやっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは水たまりに木の葉が落ちるというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで4枠目メインキャラクターイグロさん&カンロジさん、まだまだこする。今回の鬼滅大特集祭の限定枠というわけで、今回は友情技使っていこうかなと思うんですけども、こいつらの友情技メイン性能はもう強いこと分かってんねんけど、友情技もやばすぎるっていうね。友情技、中央プチの一つ上を必殺に変換、ほんでもって外周全部トゲ変換で40万ダメゲンというわけで、ダメゲン40万やねん。これをねダブコピしたらダメゲン80万やねん。一人でダメゲン80万貼れんねん。ほんで、必殺の基本ダメ 140% なんで、ほぼ 1.5 個分なんですよね。だから、ダブコピしたら、必殺3個変換と一緒なんですよ。必殺3個変換して、80万軽減やで。やばすぎないかっつーこって。ダブコピー使っていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、ヒデボーとかいうなんか、幼稚園児で鼻垂れている あのやつの顔が浮かんだんですけども、撫でてやりたいね。そんで、今回のパーティー、ちょっとまあ、特殊というか、いろいろ変えてるんですけども、まず、毒にキラーが入るんですよ。こいつらは。なので、その毒キラー、誰で、毒付与させるかって考えた結果、父ちゃんにしました。父ちゃんサスケですね。ここでまず毒付与っていくムーブで、なんかワンチャンっていうパターンも見据えて、2枠目でもっぱつナギカルを積みます。はい、ナギカル積んで毒ダブル耐性でいこうかなと思っているんですけど、もうまんま関係ないな、毒ダブル耐性って。解除されたらもうそこまでなんですけども、これ2枠目のナギカル変えようかね。もう速攻で次変えようかなと思うんですけども、でもってここに関しては日和さんとかいう懐かしいの使ってんのか。日和さん懐かしいね。まだ使ってる人います。僕もお世話にはなったんですけども、もう今はサイカルやな。でもってここなんですけども、まあ、ここは、聖夜くんぶち込んで、ここなぁ。うまいこと繋がってはくれませんかね。なるほど。レジェンドに託すほかないんですが、ズバラジー、このレジェンドと結婚したいです。マルトラレジェンドという名前にしたいです、僕は本当に。ほんでもって、ここに関してはティキミックのあれがありますんで、あれがふんだんに使っていきながらの、ナギカルを発していく。次ナギカル吸収イチゴに速攻で変えようかなと思うんですけども、でもってダメージ以下ほどというわけで、まああんま出へんかな。あー、出る、結構出るね、素晴らしい。ほんで、2枠目これ誰やったっけ、こいつにしてますわ。はい、これなんでかっていうと、必殺ダメアップを3枠目で積みたいんですよ。めちゃめちゃ。このパーティーは、攻撃力アップ。まあ、もののごとく、日の神炭治郎で積めるんですけども、必殺ダメアップ、まあレジェンド要因なんですが、ちょっと心もとないんで、ここで必殺を貯めたい。って考えた結果、今回はダメゲンが主役なんで、ダメゲンと一緒に、必殺ダメを積める。こいつにしてますわ。はい。ほんで、友情技、ご覧なさい。浦原さん、12万ダメゲンですね。一発積みまして、アナスイ、5万ダメゲンですね。積みまして、ほんで、この方。この方、必殺1個につき3万ダメゲン貼ってくれます。3万ダメゲン&必殺ダメ 30% アップ積んでくれます。ほんでもって、しがらき10万ダメゲン5個割必殺で15万ダメゲンというわけで、
ここで12万、5万、10万、15万貼ったんで、合計42万ダメゲン。この枠で進むことに成功しました。そんで、なんでお前さ、ラス枠によ、あ？まあ、千住柱間とかいうもはや害悪ジジイを積んどんねん、お前は。やめてくれ。本当に。で、ラス枠サイカルやろ？ワンチャン負けんねんけど。まあまあまあいいとして。んで、ここで、友情ダブコピーですね。ここの友情ダブコピーマジで強いよね。本当に。あ、2個割か。雑魚にも程がある。ただただ相手の嫌がらせだけのことを考えてるもはやアンチなんで、しばき回していくんですけども。ここに関しては、はい。ぶち産んでいきまして、ぶち割っていくスタイルなんですけども、プンプンプンと、なんでもってレジェンドを発して、これで40万ダメゲン、友情発動したに積みました。でもってさらにクロロで友情コピー、40万ダメゲン、合計80万と。アイスさんバフ256の必殺詰め残りカス、こちら側。271の必殺詰め、まあまあ詰めているいかほど、よう5つ割となってます。はい。ダメゲン合計120万ですわ。122万ダメゲン。ほんで必殺ダメージもこんだけ入んねん。ダメージ1。神髄ですわ。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、皆さん今思わへんかった？あれ？なんでそんなに火力出んのって。思いのほか火力出ませんでした。皆さん。そうなんですよ。これ種がね、このオバミツの友情技にあるんですけども、オバミツの友情技、まあ、やはり、必殺 1.5 個なんですよ、実質。だから、ダブコピーしたんで、必殺がね、合計3個生まれたんと一緒。で、4ターン目、必殺変換持ってるんで、あそこでね、必殺実質6つありやねん。ラス枠必殺6つ割りやねん。実質火力。そりゃ出るって。6つ割りの 650% やもん。そりゃ出る。ほんで必殺ダメージをめっちゃ積んでいる。火力申し分ないのにもかかわらず、こっちは120万ダメゲンなんで、がっちり守るっていう。ひしょいパーティーが完成しております。はい。ありがたき幸せ。はい。害悪ですわ。はい。ほんでもって、今回ラス枠、きっしょいやつ。きっしょいやつというわけで、そうですね。これはちょっと厄介な状況になりましたんですけども、ここに関しては、これ、つながりますかね。つながってくれたら嬉しいんですけども、頼むからつながってくれよ。本当に。お願いします。あー、これはギリンギリン繋がらんな。4つ割りで終わるな。まあ、しゃーないかなと思われますね。これに関しては。はい。まあ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 。4つ割りでも十分に効果発揮されますんでいいんですが、レジェンドは発動する意味まあありますね。お発していきまして。あ、これ、そうか。あ、なぎかる変えんの忘れとるんで、もうどうでもええわ。ぶち割っていきまして。おいと。でもで、ここなんですけども、あーまあまあまあ全然いいんじゃないかな。ダブコピーじゃないだけまだマシなんですけども、どっちにしろ盤面触ってくれるんで、いいんですが、なかなかバフ買い積まれるね。今回ちょっと厄介ですね。これに関してはまあしゃあないんですけども、でもって、ガイ先生これ高校なんで、この3枠目の人のダメゲンが活かせないんですよね。ほんで回復全然積まないんで、3枠目でワンチャン負けるとかいう世界戦ありえんねんけど、ほんでここ重要なんがね、この枠でダメージを与えないんですよ。だからカイドウが来てもフォムチェンされへんねん。ここね、ここほんま、ここほんまなんですけども、これマジでいいところ。マジでいいところなんですけども。これ、ちょっと待ってや。これ、死柄木でワンチャンスって、いい。ぶち割っていくんですけども。着地、
あーこれ何にしろ着地がかすっとんな。まあしゃあないね、2つ温存なったんはしゃあないんですが、で恋していきまして、これねカイドウうまいこと、がっちり、ホームチェーンオーバードライブか防ぐことできてるんで、なかなかいいんじゃないかなと思われる。で、6つ割り、ここ6つ割りか、27万ダメゲン。あらら。もうガイ先生は怖いもんねえな。こんなパーティーでも勝てんもん、ヒーローキャラでも防げてんもん、そりゃあねえっていうね。防げるは言う話で、ほんでもってここなんですけども、グランドライン行きまして、これ2回行けんな。ほんでなんかチャージ必殺発動されとる。な謎のところでチャージ必殺なんですけども、ほんでもってまたさらにというムーブ、でもってレジェンドを発してバフ見ていくんですけども、まあ、相手さんバフ見る価値なしやな。こちら側496の必殺ダメ、バカほどイカほど6つ割り、これ火力的には七子お姉さん超越ぐらいまであるんじゃないかな。まあイカほどというわけで、こちら側は122万ダメゲンなんで、ダメージ1確定ですわ、うん、100% 上行かれないんで。ほんで、21% ガード積まれたんですけども、まあそれ相応のダメージは入るんじゃないかな。はい、ダメージ1、ほんでもってオーバーミツ、すいえ強すぎるんですよほんまに。ちょっとこのオバミツ友情ダブコピー、これ癖になるなあ。ちょっと待って、まさかのホローカイチゴ、2枠目ホローカイチゴ、これはまさかやな、まさかすぎる。この2枠目ホロイチはまさかにも程があるね。これは悪意を持っとんな。オバミツが流行っとるから、とりあえず毒向こうのホローカイチゴ積んどいたらええやんっていう、生ぬるい安着な考え方しとるわ。これはね、相手を嫌がらせるためだけに考えられたムーブですね、これに関しては。2枠目ホローカイチゴ何も強ないね。2枠目で負けるわけがないね、今の環境のパーティーって。いくら2枠目で有利属性取られたとしても、大体サイカルなんで。っていうことは、つまり、ただただ嫌がらせをするためだけにこいつは生まれてきたというわけで、これはぜひにね、外役の世界に帰ってほしいんですけども、まあ、人のこと言えないというわけで、まあ、ぶち割っていくんですが、これは、これ先に、ナギカル発動して、まあ、ぶち割っていくムーブなんですけども、キラーが出ないと、オーバーミツ。650% から 550% に格下げされました。ただ皆さん、ここ重要なんが、20%! いいところで 20% というわけでね。ここ重要なんがね、100% 火力減ったからといって、弱くなるとでも思ったか。これ、アノス・ボルディ・ゴートなんですけども、オバミツがね、必殺ダメ 100% ダウンですか?キラーが出なくなったからといって、勝てるとでも思ったんか。これ、アノス・ボルディ・ゴートなんですけども、そうなんですよね。関係ない。もはや。もはやキラーなんか関係ないね。どうせ勝てるから。どうせ勝てるっていう、強者の立ち回りをしとんねん、オバミツは。ほんで、謎に必殺全温存。これなんでなん?ここ全温存の意味が全く分かんなかったんですけども。ほんでもってここに感じて、まあぶち割っていくんですけども。はい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 だ。レジェンドはスルーしていきまして。んでもって、ここなんですけども。まあここでバッチ割りされるかな。はい。バッチ割りされるんですけども、まあ心配は何もないというわけで、何個割りやこれ。まあジョットマン発動してるんで、それ相応なダメージは
入るんと違うかなと思うんですけども、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 個あり、ちょっとビビってしまうちょびりなんですけども、はい、ちょびって正解。ほんでアホみたいにこれ邪魔が飛んでくるんですよ、これ。ただしかし、オバミツはね、邪魔を上書いてくれるんで、こんな感じで。もう関係ないね。邪魔プチ振ってくる害悪されても、もう関係ないね。こいつら、ほんまに。穴がないね。ほんで、今回キラー出ない、550% なんですけども、関係ないね。ほんまに。ダメゲン貫通なんで、マジで関係ない。相手さんバフ。242必殺ダメ残りカス。こちら側。542。必殺ダメは、先ほどの名前忘れている、3枠目のあいつ。150% 以下ほど1割。火力的には6つ割と、いうわけで。まあ、今回も気持ちいい火力が出て終わっていくんじゃないかなと、思うんですけども。相手さんこれダメ減30万ぐらい。張ってるかな、おそらく。そんな張ってんか、25万ぐらいか張ってますわな。まあどうでもいいという。キラー出ないんですけども、余裕にダメージが出るというのをお見せしていこうかなと思うんですけども、七子お姉さんムーブ最後にあがきをしてくるというわけで、ダメージ見てこれよ。これよ。ほんで、オバミツのダメージ見て。キラー出る出えへん。どうでもええねん。ほんまに。今の火力マジで言うてる。めちゃめちゃ出たで。なあ。お互い共に。相手さんの七子お姉さんムーブ。言うても七子お姉さんムーブやで、相手。それをあんだけで抑えるっていう。さすがですよね、本当に。ほんでもって、ここに関しては、なるほど、そうですね。まあ、全回収ムーブなんですが、これちょっとダメージがきっしょいことになってますね。あ、盤面に生まれなかった。ここに関しては、またもやなんで、こんな感じでティキミック優先ムーブを取っていきましょうかね。はいと。ほんで僕はいつになったらナギカルド九州イチゴに変えんねん言う話で。何をお前は忘れとんねん。マジで忘れてるわ。今になって覚えてんねん。ただね、もうブワーってね、一人で2分ぐらい喋ったらね、2分前の記憶なくなっとんねん。ぜひね、皆さんもお試しあれ。うん。ほんで待って、ここに関しては、まあ何にしろ買ってるんで。勝ってるからもうええやっていう考え方もあんねんな、僕の脳のどっかに。まあね、何しろ勝てるんでいいんですけども。ほんでもって、ここに関してはうまいこと避けた。素晴らしい。これはレジェンド2発いけるね。でかい。ここの2発はかなりでかいな。ほんでもってブッチン割っていくんですけども、ほいと。1,2,3,4,5 6つあり。ここの6つありもね、なかなかいいもんがあるんですよね、本当に。ほんで、ここに関しては、先に無双さんお発していきまして、はいと。ほんでもって、レジェンドを発して、盤面を虹にしていきまして、ほんでもって、ナギカル発動する意味ないんですけども、ないな、ナギカル。まあ、ええか、別に。何の意味もない発動をしていったんですけども、まあダメージ以下ほどというわけで、やりすぎ、やりすぎとんよ、日の神炭治郎くん。強くなって嬉しいのはわかるけども、ほんでなんでナギカルがおんねん、こんなところに。火力で押すんちゃうん、お前のパーティーのコンセプトは。ガイ先生で押せへんかった分をまたな悟空で押すっていうやつちゃうの。なんでここでバフ替えとかいうしょうもないことをしてんの、お前は。
自分の行動を改めるようにね、本当にそんなことやったらあかんよ。うん、お願いしたいんですけども、ぶち割っていきまして、レジェンドはまあ温存でいいかな。はいと、高校取れているんでこれ42万軽減詰めますわ。でかすぎますわな、本当に。はいと、ほんでもってここ、あ、1111111111、さらさく、このオーバードライブ回答ホーム2ね、あのガードダメゲン貫通なんで、これ122万ダメゲンもろ貫通されるんですけども、まあいい、どうせ勝った。ほんで、41万ガード、41% ガードか、41% ガード積まれてないけど、まあまあ、どうでもいいですね、これも。どうせ勝てるんで、どうせ勝てるという、強者の余裕がありますんで、絶対的なね。ほんでもって、まあ、ぶち割っていくんですけども、着地も紙に腐らしているというわけで、レジェンドを発していきまして、友情コピーしてバフ見ていくんですけども、これ41%ガード結構怖そうやな。250万オーバーいくかな、こっち。362必殺ダメモリモリやねんけど、攻撃バフ一発解除されてるんで、これ200万ぐらいで止まりそうな気もせんねんけど。止まるわけがなかった。 41% ガード積まれて390万、強すぎんかほんまに。吸収イチゴに変えていきまして、ラスト1回やっていくんですけども、ラスト1回になるまで吸収イチゴ変えるん忘れているというあるまじき状況ではあるんですけども、ほんでここに関しては2枠目外、ちょっと待ってくれ、1枠目に肉か、これちょっと負け濃厚な気もするんですけどもね、負け濃厚な気しかせん。待ってくれ、これはこれは待ってくれ、正式に待ってほしいんですけども、そうですね、耐えれるこれ、さすがに無理じゃないこれ、さすがに無理と違うか。1枠目の時点で多分50万ぐらい入んねんな、これ。いかほど、ああそんなにか。ただしかしやねんな、恋していきまして、ルフィ&エースを当たり前のように積んどる、やばい、これはやばいぞ。あー、生人間ですわ、負けました、さすがに負けましたね、これはこれはさすがに負け濃厚かなと思われる。一応最後までやるんですけども、さすがに無理じゃないかな、これはさすがに。炭治郎でここで勝つっていうのはもう絶対無理なんで、いくら強くなったからといって180万は削られんなんで、殴り殺されるのを待つのみとなってるんじゃないかなと、まあ思うんですけども、いかほどというわけで、はい、まあどんだけなんですけども、はいと、はい、どんだけ